本編に入る前ですね、世界遺産知床、そしてそこにある知床五湖というところにね、行ってきた動画を出させていただいております。まあ、そこではね、もう本当に手つかず、まあ、手はちょっと入っちゃってはいるんですけど、もう本当にね、そのままの大自然がね残っていて、そのね湖っていうのかな、五湖って言って5つの湖からできているんですけれどもね、本当に綺麗でね、素晴らしい景色でした。そこね、ソニーの α7、R4、そして100-400の GM のレンズでね、撮影をしてきてみましたので、ぜひね、見ていただけると幸いかなと思っております。本当ね、幻想的な世界っていうのがね、そこには広がってましたね。もうちょっとね、動画の方もちゃんと撮れたらなと思ったんですけれども、まあ、今後の課題かなとも思っていたりもしまして、まあ、写真の方はね、しっかりと作例を残させていただいておりますので、まあ、見ていただけると幸いかなと思っております。そして北海道のね、まあ、いろんなもうちょっと動画があったりしますので、お湯を出していきたいと思うんですけれども、まあ、決してね、この GoTo キャンペーンに行けっていうふうに言ってる動画じゃなくて、まあ、健康に気をつけながらね、行きたい人は行ってみても面白いんじゃないかなっていう動画になります。まあ、今後ね、多分コロナがもう少し流行ってくると思うんですよね。個人的には札幌行きっていうのはちょっと、やめた方がいいかなって気はしているので、例えば、女満別空港から右上とか上、道北とかね、道北東ぐらいの、北海道があるとしたらこっち側かな？こっち側のエリアとかはね、まだリスクは少ないのかなと思います。まあ、その代わり現地の人に移してしまってもあれなので、しっかりマスクとかをしていただきながらね、うまいことやっていただければいいんじゃないのかなと思います。まあ、個人的にね、マスクもずっとしていなければいけないっていうのもナンセンスかなと思うんで、もう本当は人に会う場面に関してはマスクをしていただければ程よいんじゃないのかなと思います。見ていただくとわかると思うんですけど、北海道はね、やっぱり広大な敷地があります。まあ、本当にね、人と隣り合って接する機会なんて、東京ほどないわけなんですよ。じゃあなんであんなに感染が広がっちゃったのっていうのは、おそらく、まあ、あの地域柄のものがあるんじゃないのかなとも思うんですけれども、まあどちらにせよね、早く収束をしていただけることを願いながらね、まあいいスタンスで、まあ、この写真をやったりとか経済を回したりっていうことはしていかなければいけないかなと思うので、皆様ね、うまい距離感でやってみていただけるといいんじゃないのかなと思います。まあ、個人的にはね、やっぱり観光業って僕たちの文化、培ってきた文化だと思うんですよ。例えば旅館一つ建てるにも、今からすぐ建てるなんていうことは簡単にはいかないわけじゃないですか。やっぱりそこに旅館があるということは、昔ながらのお客さんがそこに来ていて、その上でそのね、旅館っていうビジネスが発達して、今の旅館っていうのは出来上がってるわけなので、一朝一夕でそこにはたどり着けないと思うんですけど、今までね、こう一個一個石を引き詰めてね、たどり着いたそのホテル旅館が崩れ去ったりしちゃう可能性がね、今出ているわけなので、まあ、本当にね、コロナだからといって、まあ、簡単にそういうところを、まあ、見捨ててしまうっていうのも良くないと思いますし、コロナだから健康管理は気にしなきゃいけないところっていうのもあると思うんで、そこら辺のね、判断をね、ご自身でしていただきながらね、写真や観光業とお付き合いをしていただくといいんじゃないのかなと思っております。まあ、僕の行った時期はまだこんな感じになっていない、ちょっと前の時期だったので、比較的ね、気にしすぎずに楽しむことはできたんじゃないのかなと思いました。はい。というわけでね、今回はこのニコンの Z6II というカメラについての話題をやっていきたいと思います。それでは本編いきます。どうもこんにちは、たかしでございます。本日もゆるゆるとカメラについてのお話をやっていきたいと思います。まあ、しばらくはこの Z6II の動画を中心に、まあ、その他ね、お散歩動画なんかをしていければいいかなと思っておりますので、ぜひね、チャンネル登録、そしてグッドボタン、応援いただけると幸いかなと思っております。そしてコメントなんかもね、ぜひ、特にね、ニコンの Z を使われている方ね、まあ、僕まだ Z の歴って、まあ、Z の50を少し使っていた程度なんで、なんかこんなことができるよとかね、こんな情報あるよっていう感じのものは、ぜひね、教えていただけると嬉しいかなと思っております。でね、今回なんですけれども、前回前々回の動画で、人の肌の再現についていろいろお話をしてきたと思います。その中でね、いろいろコメントをいただきまして、僕なりに設定を組み合わせて写真を撮ったらどうなるかということで、ホワイトバランス、そしてピクチャーコントロール、この2つのね、
掛け算でどうなっていくかっていう作例をね、皆さんに見ていただければなというところで動画にさせていただきたいと思います。絶対ね、これね、なんか自分のためになるなと思って動画にしてるんですけど、多分見ていただくとね、共感できる人たちっていうのもいると思いますんで、ぜひね、最後まで見ていただければなと思っております。今回させていただいたのは、ホワイトバランスのオートの0、1、2、そして晴天という組み合わせでさせていただきました。そして、ピクチャーコントロールについては、スタンダード、そしてポートレートモード、この2つをね、軸に使わせていただいております。ポートレートモードについては、クイックシャープ、そして、コントラストかな。この値を少しプラスさせていただいたものもね、合わせて載せさせていただいておりますので、ぜひ見ていただければなと思っております。今回ね、分かりやすいようにホワイトボードを持ってもらって、そこにね、設定を書きさせていただきながら、写真を撮らせていただきましたので、まあ、それをね、見ていただけると一発で好みの写真が分かるんじゃないのかなと思っております。というわけで見ていきましょう。はい、というわけでね、今回はこんな形でですね、ホワイトバランス、ピクチャーコントロール、コントラスト、クイックシャープということでホワイトボードに書かせていただいております。で、残念ながらね、ちょっと後ろに通行人がどうしても入ってしまうというところしかなかったので、まあ、こんな形にさせていただいております。主に変わらないのは上のね、ちょっと紅葉しているところと緑の部分、そして右上の柳ですね、まあ、この辺りはほぼ変わらないのと、あとこの人物モデルさんはね、変わらない、できるだけ変わらない形で立っていただいております。まずはね、ピクチャーコントロールオートの中でホワイトバランスを変えていくとどうなるかというところになります。まあ、そもそものね、味付けとして、まあ、前回人肌がって言ってた時はこのね、ピクチャーコントロールオート、そしてホワイトバランスの A の1というのを使っている状態になっておりました。ですので今回ね、ホワイトバランスをずらすとどうなるかというところで見ていきたいと思います。で、ホワイトバランス A の0の時ですね、なんかこの間の嫌な感じっていうの少し減ってるかなと思います。そして A の1、ちょっとね、黄みがかってるかなっていう感じはなんとなくしますね。そして A の2です。まあ、A の1から比べてどうなんだろうな、若干肌の感じが変わってるかなという感じはしますね。そして晴天での描写でございます。どれもね、そこまで大きな変化っていうのはないのかなと思います。まあ、特に肌表現として、まあ、すごく嫌になっちゃうなっていう感じはないですね。ホワイトバランスが原因ではないということなのかもしれないですね。そして次はピクチャーコントロールのスタンダードを使った時ということで、 PTSD って書いてありますけど、正確には SD でしたね。僕の指示が間違ってましたね。はい。で、まず A の0の時のピクチャーコントロールスタンダード、いいんじゃないでしょうかね。そして A の1の時、正直 A の0と見比べてそんなに変わるかなっていう感じですね。でもこのスタンダードって結構素直な絵を出してくれやすいなっていうのはなんとなく思いましたね。そして A の2、こちらは電球色を残すというモードなんですけれども、まあ、この場所だとね、黄色みが少し出るという効果にあるようでございます。そして晴天でのスタンダードですね。悪くないですね。やっぱり僕はこっちも晴天か A の0が好きかなと思いました。はい、次はね、ピクチャーコントロールポートレートモードということでやっていきたいと思います。思ったよりね、ホワイトバランスによる変化っていうのがあまり多くはないので、逆にやっぱりピクチャーコントロールっていうのがね、大事なのかなというところで、まあ、人を撮るためのモード、ポートレートモードで、見ていきたいと思います。というわけで、まず A の0のポートレートモード、そして A の1のポートレートモード、どうでしょうね、そんなには変わらないかなという感じがしますね。
まあ、ただねこれ比較的、見ていくと A0 も A1 もコントラストが非常に低いっていうのが一つのポイントだと思います。悪く言うとあんまりパリッとしない感じ、まあ、黒の色が薄い感じですね。よく言うと、まあ、階調が豊かにうまく撮れる、そしてふわっとした雰囲気で写真が撮れるというモードじゃないでしょうかね。そして A-2 で晴天ということで、まあ、ホワイトバランスに関する影響は A-1 と A-2 のモードではちょっとなんか若干緑目が弱いというか黄色目が弱くなるという感じですね。まあ、個人的には逆かなと思ってたんですけれども、まあ、この状況下ではこんな感じということで A-0 と晴天が少し黄色くなる傾向があるみたいです。まあ、ただどれも合格点になるのかなと思うんですよね。なのでやっぱりねホワイトバランスはまあ適当に自分の好きなものを選びつつもこのピクチャーコントロールというのを被写体ごとに変えていくとね面白い感じになるような気がしていますね。このポートレートのね絵柄ってすごくコントラストが低い、要は味付けが薄い写真だと思うんですよ。なのでこれって お料理をするには最適かなと思うんですよね。味濃くしちゃったものってもう元に戻せないじゃないですか。でも薄味のものならそこに塩コショウをつけると塩コショウの味になるし、バターを入れればバターの味になる、まあ、そんな感じのね基礎的なモードかなということを感じまして、じゃあこのポートレートモードにちょっと味付けしてみようということで、この後ねコントラストクイックシャープを足してみたいと思います。こちらではねホワイトバランスの A-0 そして A-2 を使って撮影をさせていただいております。クイックシャープはね2に固定させていただきました。なぜかというとちょっとピリシャキ系の絵が好きなので、まあ、こちらにしようかなと。で顔をレタッチしてあげるとまあ程よくなるんじゃないかなと思っております。まあ、その上でねこのコントラストの値を変えていくとこのポートレートのピクチャーコントロールでどうなるかっていうのを見ていただきたいと思います。まずね、素直な絵が出やすいホワイトバランスの A-0 の方で見ていきましょう。コントラストプラス1、そしてプラス2、そしてプラスの3となります。まあ、正直コントラストプラス3はちょっとやりすぎかなというところがあると思うんで、1か2、まあ、この辺りを使ってね撮影していけると、まあ、個人的には好きかなっていう感じになるかなと思います。そして次黄色寄りに倒れがちな A-2 のモードで見ていきたいと思います。少し温かめな、ね、写真になると思います。コントラストプラス1、コントラストプラス2、コントラストプラス3といかがでしょうかね。ホワイトバランスとピクチャーコントロールごとの肌表現の違いというものを見ていただいたんですけれども、まあ、個人的にはねどういう運用をするかというところを簡単にまとめますと、まずねやっぱり A-0 が安定しているような気がしました。そしてちょっとね暖かい雰囲気っていうのを出したい場合とか家族写真とかの場合は思い切ってね黄色に倒れやすい A-2 を使ってしまう、もしくはね A-1 を使って撮影していくといいんじゃないのかなと思いました。そして、ピクチャーコントロールに関してはやはりねポートレートが安定な気がしますね。まあ、どんな味付けもできるというところで、まあ、それをね軸にしてちょっとカスタムをかけてあげる感じがいいと思います。個人的にはクイックシャーププラス1、そしてコントラストプラス1か2ぐらいが、程よいかなと思ってます。今回はね設定を調整したポートレートを少し撮ってきましたので皆様に見ていただければなと思いました。ぜひねご感想などをいただければなと思います。設定はホワイトバランスオートの0、そしてピクチャーコントローラーはポートレートモード、そしてそこにクイックシャープをプラス1だけしたものになります。これ逆光のね絵なんですけれども、やっぱりね階調を大事にしようと思うとコントラストが低いこのポートレートモードっていうのはね結構生えてくるんじゃないのかなと思います。 Z マウントの解像感というものをね考えていくと、やはりね線の細さ
これがね一個の特徴になると思います。まあ、キャノンとは違うね力強いでも繊細な線の細さというのがね Z マウントの特徴となっておりまして、このポートレートではねしっかり見ていただけるんじゃないのかなと思います。そしてねあとはこのコントラスト周り、ピクチャーコントロール周りとね組み合わせて使っていただくと、この線の細さと色表現をねうまく楽しんでいただけるんじゃないのかなというところで今回非常に強く感じました。あとはねこの使い方という部分で自分の中でね皆さんお持ちのものをしっかりと反映させて最高の絵作りっていうのをね研究されてみるといいんじゃないのかなと思いました。というわけでねいかがだったでしょうかね。前回同様ね、某所の後編で撮影をさせていただいたわけなんですけれども、人がねもうすごくて、まあ、作例を撮るとかっていう感じではないんですけれども、まあ、できるだけ頑張ってみたかなというところになります。後半はね、普通にポートレートを撮らせていただいたんですけれども、まあ、素敵な写真も撮れてると思います。このね Z のレンズやっぱりね描写能力は素晴らしくて、まあ、特にね逆光下とかでもね結構いい写りを出してくれると思うんで、まあ、僕非常に使ってて楽しいかなと思いました。まあ、このね Z レンズが使えるのは当然ニコンの Z のカメラになってきますので、これだけは揺らがないところですね。ニコンの Z システムってこのフランジバックが短いので、この Z のねレンズを他のカメラで使うっていうことが今のところ難しいんですよ。なので、まあ、本当にこの Z レンズを味わえるのはこの Z のカメラだけという究極なね組み合わせになっております。まあ、正直このニコンの Z6II ではソニーのレンズを使ったりっていうこともできますんで、この辺もねいつか動画にしていければなと思っているところでございます。はい、まあ、多分ね、今回の動画見ていただいてね本当にいろいろなご感想もあると思いますんで、ぜひねコメント欄にコメントいただけると幸いかなと思っております。あとねグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。というわけで本日のゆるほど以上になります。皆様良いカメラライフを。では